皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のひかりんです。今回のテーマはセクマイスタディーズ富山県パートナーシップ宣誓制度について。昨年11月の県議会定例会本会議にて、我らが田辺京子先生の質問により、県として検討しますという答弁があってから丸1年が経ちましたが、いよいよ富山県としてのパートナーシップ制度について大きな進展がありましたので、今回はそのことについての要約と私の意見を話していこうと思います。このチャンネルはセクシュアルマイノリティや性に関する話題や、それに関連する動画などを配信しています。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。10月31日に富山県知事新田八郎さんの定例記者会見にて、富山県パートナーシップ宣誓制度についての発表がありました。都道府県単位でのパートナーシップ制度の導入や、大阪や東京をはじめいくつかの都道府県ですでに実施済みですが、富山県もようやくという感じですね。市町村単位ではまだパートナーシップ制度の導入自治体がゼロでしたので、これは嬉しいですね。それでは会見の内容を要約して説明します。昨年12月以降、関係閣議と制度内容の検討を進めてきて、この度富山県パートナーシップ宣誓制度仮の実施要綱案を取りまとめ、11月1日からパブリックコメントを実施するということです。制度導入の目的は、誰もが多様性を認め合い、性的少数者の方も安心して生活し活躍できる社会の実現を目指し、性的少数者の方々の心理的安全性の向上、生活上の不都合の解消をしていく。それによって県民一人一人のウェルビーイング向上、富山県が選ばれ住みたい県となることを期待しているということらしいです。ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、幸福と翻訳されることも多い言葉です。 WHO では、健康とは病気ではないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態にあることを言いますとされています。制度の概要は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において責任を持って相互に協力し合うことを訳した2人が対象で、青年、少なくとも一方が県内に居住または転入予定、結婚もパートナーシップ宣誓もしていない、パートナーと近親ではない（養子縁組は除く）が条件になっています。パートナー宣誓した人には、宣誓書の写しと受領証のカードが発行されます。希望があれば未成年の子供の名前も記載できます。考えられる受領証のカードの活用場面としては、公共住宅の入居の際に親族として扱われる、公立病院で家族と同等の権利が与えられる、その他県市町村の行政サービスや民間事業などへの活用も検討しているそうです。例えば映画館やその他のレジャー施設の親子割とか夫婦割みたいなサービスにも使えそうですね。現在、要綱案のパブリックコメントを募集中です。要綱案のパブリックコメントは11月1日から11月28日までで、その意見を踏まえて実施要項を最終決定し、周知期間を経て今年度中、つまり来年の3月中ですね、までの開始に向けて準備を進めているということです。私の感想としては、まずは制度導入の目的に関しては大体いいと思います。要は世の中の流れに逆らわず、パートナーシップ制度を導入して富山県への転入者を増やしたいって意図があるようですね。日本の人口は減り続けていますから、地方の人口減少、ひいては税収の減少も深刻な問題になってきてるんでしょうね。続いて制度の概要についてですが、今回発表した富山県のパートナーシップ制度は、いわゆる同性パートナーシップ制度ではなく、兵庫県明石市が2021年に国内で初めて導入したファミリーシップ制度と同等の制度となっており、同性カップルのみではなく、事実婚の男女や一緒に住む子供なども含んで家族と認める制度になる予定なんですね。
これはいいと思いますね。同性愛者のためだけの制度となると、そういうのに批判的な意見を持つ方は少なからずいますので、批判的なコメントもある可能性がありますが、ファミリーシップ制度でしたら、いろいろな理由で結婚できない、したくない理由がある事実婚カップルや、現在法改正が検討されている選択的夫婦別姓制度の代替案にもなり得るという側面もあり、セクマイ当事者のみならず、富山県で生活するより多くの人に関係がある制度となりますね。受領証のカードに関しても、公的機関で余計な手続きを踏まずに物事が進みますし、病院の面会や手術の同意など、一刻を争うような場面にも対処できると思います。そして、この要項案に関して、11月28日までパブリックコメント募集中ですので、当事者の方はぜひこの機会に忌憚のない意見を投稿されてはいかがでしょうか。とにかく私の住む富山県でもついにパートナーシップ制度が導入されるということで、この制度を施行するために動いていただいた議員の方、歓迎閣議の方々にはお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。今後もパートナーシップ宣誓制度の本導入までよろしくお願いします。はい、いかがでしたか。富山県パートナーシップ制度について、性の多様性、愛の形の多様性も認め、少しでも多くの人がウェルビーイング、幸福な生活を送れるように、私もこれからもセクマイを正しく理解してもらうための講演活動、 YouTube 活動を続けていきます。よろしくお願いします。はい、今回の動画はここまでです。この動画が気に入ってくれた方はぜひぜひ高評価をよろしくお願いします。それではまた、ひかりんでした。バイバーイ。